珍しいですね。でも、うん、内野も守れて外野も守れるっていうのは、ね、平野はね、うん、そうですよね、使い勝手いいですよね、はい、この前は守備の方でちょっといただけない守りがエラーはありましたが、バットの方は相変わらず好調です。この1番の中井です。変化球外いっぱいです。簡単に追い込みますね。ワンボールツーストライク。そうなんです、あのね、はい、ボールツースリーになってもね、はい、安心して見てられるというかね、ポンポンでそれは取れるんですよね、はい、この辺が強みですよね。これはショートバウンドです。ちょっとボールがただいつもに比べるとちょっと慎重なのかなという、はい、慎重ですかね、もうちょっとこう簡単にポンポンと攻めてくるんですけれども、はい、今日外外外というのがちょっと目立ちますよね。今のが完璧にボールですね。そうですよね、アイボールあまりないんですが、まっすぐです。147キロ、空振り三振。まず最初のバッターを三振に取りました金子。147の高めって言ったらそう簡単に打てませんもんね。そうですよね、馬場さん、はい、高山ピッチングコーチの話なんですが、はい、金子投手今シーズンの序盤から好調をキープしているけども、はい、一時期体が少し前のめりになってボールが抜けて先行するシーンがあったと。だけど前回の登板あたりからは修正してしっかりボールを投げられている。ジャイアンツ打線といえども本来のピッチングをしてくれれば大丈夫なはずと話をされていました、はい、今日もリポーターは狭間さんにお願いしておりますが、さすがに肩をかもしぶといところもあります。相当これ両チームともデータが先行しているという、はい、金子にしてもそうなんですけど、はいはい、片岡にしてもそうなんですけども、片岡これ一球も引っ張りに行ってないんですよね。ですよね、ほとんどがもうセンターから右打ちなんですよね、はい、まっすぐです。2者連続三振2つ目。今シーズンも三振奪取率が11を超えるというこのマウンド上の金子です。まあ、220イニングちょっと投げて200奪三振ですから、いいんですよね、去年もね。しかしこれね、はい、ボール自体は真ん中なんですよ。真ん中ですよ、コースはね、コースは真ん中なんですけど、はい、ボール低めに来てるんですよね。あ、それとスピードガン以上に何か手元で伸びてるような、伸びてる、はい、キレがあるんですよね。そんな感じしますよね、はい、あ、初球から落としてきました。3番の坂本に対しては初球は変化球で入っています。もちろんジャイアンツの各バッターもこの金子に対してのデータは相当頭に入っていると思いますが、簡単に追い込んでいます。トゥーナッシングです。なかなかこんだけの構えしてると手使えないんですけどね、はい、それをできるんですから相当リストも強いんでしょうね。強いでしょうね。2ボール2ストライク。変化球、三者連続三振。もう何だろう、ツーシームですか。ツーシームかフォークかですね。握りを見てみたいんですが、いずれにしても金子すごい。三者連続三振の立ち上がりです。今のシーンです。ちょっと分かんなかったですね。ツーシームみたいですね。ツーシームですかね。ああ。